陸朝会所、陸朝会所は中国の南北朝時代、北朝で発達した独自の会所体の総称。現在の会所の起源となった書体の一つであり、書道では会所の書風の一つとして捉えられている。現代中国では議会、北議会とも称する。なお、陸朝とは本来南朝側に立った時代故障であるが、 書道を含む芸術の分野ではこの時代を陸長時代と呼ぶことが多いため、この古障が使われている。一般的な楷書体によく似るが、その書風は洗練されたものではなく、荒削りな部分が多い素朴、有根なものである。中には、流門二十品など、楷書体に似ても似つかない書風のものも少なくない。さらに決まった筆法が存在せず、 10個書籍があれば10通りの書き方が存在するというくらい多彩である。これを分類すると大きく分けて次の2種類になる。また事態に目立った統一が行われなかったため、遺体児が極めて多いのが特徴である。その数はこれだけで一つの辞典ができるほどで、現に清の羅針玉は陸長解書の遺体児のみを集めた奇別字という辞典を上司している。 南北朝時代の孔も参照のこと三百十六年に内乱のため著しく国力低下した精神が北方異民族に追われて南に逃げ、東神となったことにより実質的に中国は南北に分断されることになった精神の古地にあたる北側では五個十六国と呼ばれる異民族王朝が覇権をめぐって勃興し南側では東神が前進に猛攻をかけられたり 重心に内乱を起こされたりと不安定な状態ながらも湿地回復を狙っていた。しかし四百二十年、南側の闘神は努力虚しく全情を迫られ、層が成立。さらに四百三十九年に北側で北義が波入るた王朝を正式化の覇者となったことによって南北の決裂は決定的なものとなり、本格的に南北朝時代が始まる。 北朝と南朝は、表向きは末期の頃を除くと大きな衝突を起こすことはなかったが、かたや漢民族の土地を乗っ取った異民族、かたやその異民族に追われて都落ちした漢民族という立場関係は反目をもたらすに十分で、両者は冷戦にも似た関係にあった。このため文化的、芸術的な交流もそれほど盛んではなく、 書道もある程度まで南北に分かれた状態で発展することになったのである。北朝を作った北方移民族は、元はモンゴル周辺を本拠とする遊牧民族であって、定住する習慣がなく、また、漢民族とは全く異なる統治システムを持っていた。しかし、漢民族の土地を手に入れ、漢民族的王朝を作り上げたことにより、そのシステムを変更する必要性に迫られた。 そこで彼らが取ったのが、漢民族の制度や文化を吸収する、漢化政策であった。幸い、北朝の領域内には、精神の移民が取り残されており、彼らが、漢民族文化の伝道者となることでその目的が、達成されるとになった。当然のごとく、漢民族の文字である漢字も彼らによって、北朝側に伝えられることになった。陸朝会所の演言は、この移民が伝えた。 精神の書籍にあると見られている。精神の書は基本こそ霊書であるが、末期の頃は、本来横長の霊書が正方形になるなど、やや楷書よりとも取れる書風となっている。南朝では芸術的観点から行書、草書が優先され、そこから楷書に発展するが、北朝では漢字の需要を優先し、これをそのまま発展させて、彼らなりの色付けをして、 陸朝会所としたとみられる。北朝を統一した北義は、五個十六国の頃から漢化政策に積極的な王朝であった。統一後もその路線を取り続け、中津区第六大皇帝の高文帝は、平城から、漢民族王朝伝統の首都、落葉に遷都し、生命や官職命、習俗や言語に至るまで徹底した漢化を進めた。また、漢化と、 人心統一の二つの効果を狙って、漢民族の宗教である仏教に深く帰依し、多くの寺院や仏像を建立した。これに、後押しされる形で、陸長会所が爆発的な発展を遂げることになった。特に諸風は、漢化政策の影響で、当時すでに会所が一書体として確立していた南朝の書にある程度まで学び、それを彼らなりに消化したことにより、 精神代のスタイルを引きずっていた状態から脱皮して、独自の個性が確立されるようになる。このような書籍は、紙にあまり馴染みのなかった北朝では写経を除いて、紙に書かれることは少なく、石踏みやまがい、造造器や墓碑などの金石踏みの形で残され、後世に北碑と呼ばれる巨大な書籍群を作り上げることになった。この時期、 5世紀末から6世紀初頭までの期間が陸朝開所の最盛期であった。しかし534年に北義が定位争いにより闘義と正義に分裂し、さらに550年に闘義が北西へ、556年に正義が北州へそれぞれ交代する頃になると陸朝開所を取り巻く状況に変化が生じる。正義で554年に王義王いわゆる 仁王の法上が戦利品として持ち込まれるなど、南朝の書籍である、南朝や、それに類する書籍が流入し始め、強い影響を与え始めたのである。これによって、北朝の書家の中には、仁王を手本として、陸朝会所をかなり南朝寄りに変容させた書風を、確立し、後世の随や等の会所にも似た書籍をものするものも、現れた。 従来型の陸長解書も多くものされている中に、混じっての出現ではあったが、この積極的な南朝処方の摂取は、後の南北合一の先駆をなすものであったと言ってよい。ここにとどめを刺したのが、581年に北州皇室の外籍であった要件が禅条を受けて、随を立て、中国統一に乗り出したことである。年後の年に南朝の陳は、 隋の猛攻の前にあっさりと滅亡し、中国は約270年ぶりに統一されることになった。この統一により、南北を隔てていた政治的な壁は一気に取り払われ、南北の文化交流が流れを打って開始された。以前から垢抜けない自分たちの文化に劣等感を持ち、南朝の文化に憧れていた北朝側の人々はこれを好機と南朝側に急接近し、 南北の文化は発展的に融合していくことになった。特に第二代皇帝、羊代は南北を貫流する運河を造営しており、この頃までには南北の文化は完全に融合していたと考えられている。その中で、会所も融合の対象となった。陸町会所と同時期、南側でも列車の走り書きにより成立した行書が整えられて、 発生した原所的な解書が、南朝につながる東進の王義氏や王剣士によって、行と共に、書道の一書体として定着し、すでにその時点で一つの書体として完成されていたからである。両者は、発生経路、南朝イコール霊書行書解書、北朝イコール霊書解書も、発達経路、南朝イコール書道の書体として、発達、北朝イコール漢字需要のうちに、 自然発達も異なり、それぞれ単独の存在ではあったが、その諸風の禁似性は、融合を招くだけの神話性を十分に持っていた。さらに、上記の通り、随以前より、南朝の諸法は、北朝側にある程度知れており、最末期には大きな影響を与えるほどであったため、南北統一により、一気に、両者の融合が進み、陸朝会所は、 筆法や処方など技法面で融合して発展的に消滅することになったのであった。しかしそのように、解書成立の片棒を担いだ存在でありながら、陸長解書の過去の書籍は、あくまで異民族王朝の書籍扱いされてこれ以降、注目されることがなくなり、忘れられたまま長い眠りにつくことになる。陸長解書がその眠りを覚まされたのは、 実に1200年以上も後の新代のことである。高規定の時代に儒学の一環として始まった、交渉学は考古学や文字学の分野にも進出し、書道にも大きな影響を与えつつあった。そんな時、18世紀中頃から北悲の出土や発見が相次ぐようになる。交渉学者たちはこれまで無視されてきた。 異民族の書籍のレベルの高さと独特の書風に共嘆し、多くの学者が研究に目を投じることになった。中ん族元言元は、北秘と南朝として、北朝、南朝の書籍を比較して、南北諸派論、北秘南朝論を唱え、北朝、南朝での書道の発展は、全く別個であり、母国の連続で誤りが累積した南朝よりも、 石に掘られて原形がある程度まで残っている北悲の方が価値があると断じ、これにより北悲の書体である陸長会書にも折り紙が与えられることになった。さらに法制心がこれを絶賛、新末の行為も南北単独発展の説は否定したものの北悲の優秀性は認めてとどめを刺し陸長会書の書としての立場は確固たるものとなった。現在では書道や 書体研究、特に解所の学書、研究において、陸長解所は不可欠の存在とされるまでになっている。日本での陸長解所の需要は、中国側では、随末から東大諸島にあたるアスカ時代から、奈良時代の極書期、一部で北悲のような実際の書籍を、へない間接的な形で行われていたと、考えられている。事実、大火2年、646年の、 宇治橋、丹比、日本三大古碑として、有名な文武天皇四年、七百年の、那須国造碑、和道四年、七百十一年の、田子碑などは、陸長会所に、極めて近い有根な会所の石踏みである。特に、田子碑は、丁道明とよく似た鉛筆の書である。また、水古天皇十三年、六百十五年筆の、北家義儀も、行書ではあるが、 陸朝会所の意が入っていると言われる。このように陸朝会所の影響が見られるのは大陸文化の伝達経路が長いこと朝鮮半島、経由であったことが大きく関わっている。流入してきたのは直接的にはクダラの処方であったが朝鮮半島は中国大陸の北側に接続しており直接的に北朝との接触があったためその文化は自然と 北朝寄りとなっていた。つまり、朝鮮半島を通じて、陸朝海所の処方が間接的に伝わったのである。一方、この時代には、遣隋使や遣東使により、大陸との直接的な文化交流も開始され、南朝の伝統を受け継いだ東大の処方も流入していた。そのためこの時期においては、陸朝海所と等の処方イコール北朝系と、 南朝系用法の処方が並立していたと考えられている。しかしこのような南北並立状態は、県東市が回数を重ねて、東の文化が移入され、日本文化が東風に傾くうち、次第に南朝系の東大書道の方が優勢となって、自然消滅してしまった。かくして、日本での陸長会社の系譜は、一旦途絶えることになる。 その後も中国本土で無視されていたこともあって、陸上解消は忘れられたままであったが、最初の伝来から1300年近くが経った、明治13年、1880年、新国公師に随行して来日した、交渉学者、楊守が、日本に流出した文献類を買収するための資金調達用として、北秘の拓本を持参したことで再伝来することになった。 これを見る機会に恵まれた草壁明確、中林五地区、岩谷十六は大きな衝撃を受け、これをもとに新たな処方を試み始めた。彼らの陸長解書に対する評価や入れ込み方には根強い異論や反論もあり、奇怪な書を書く妙な書家などと陰口を叩かれることもあったが、結果的に彼らの活動は日本の書道界に新風を吹き込み、後世に 大きな影響を与えることとなった。現在では臨書のみならず、陸長会書の筆法を用いた書も多く制作され、また会書の学書においてもかなりの割合で一度は接することがあるというほどに馴染みの深い存在となっている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。